これまで使っていたルーミア920が古くなってきたので、新しい Windows フォンとしてルーミア930を購入しました。ワンショップモバイルでの購入になります。化粧箱も今回非常に薄くなっています。くぼみから本体カラーが見えるのは面白い試みです。内容物は至ってシンプルで、電池パックは内蔵式で、裏蓋の着脱はできません。SIM カードのサイズはナノ SIM となっているので、海外渡航時などには注意が必要です。本体の出来は非常に良く、オレンジのカラーリングも気に入っています。側面のメタルフレームが Xperia Z2 などによく似ており、非常に高級感があります。背面の質感は、プラスチックなんですがツルツルサラサラしていて、非常に気持ちがいいですね。あとカメラの、シャッターボタンがついているので、ピュアビュー2070万画素のカメラを、画面の消灯時でも起動ができるので、非常に便利かなと思います。厚みはルミア920の 10.7mm から 9.8mm までシェイプアップ。重量も 185g から 167g まで軽くなっています。ルミア920では IPS HD 解像度の一生だったのに対して、今回はフル HD の UTL を搭載しています。視野角発色ともに非常に良好だと思います。より写真や動画を楽しめるデバイスになったと感じます。当然のごとく、今回も日本語に対応しています。本モデルは北米市場向きのルミアイコン929の国際版という位置づけになっています。チップセットはクアルコムの MSM8974 スナップドラゴン800クワッドコア 2.2GHz、実行用メモリは 2GB、 内蔵ストレージは 32GB、 バッテリーは 2420mAh、 最新の Windows フォン 8.1 を搭載しているため、アクションセンターという通知バーみたいなものですねが、追加しています。ここから設定やアプリへのショートカットが搭載されています。使い勝手は非常に良くなっていますね。Bluetooth、Wi-Fi のトグルスイッチ、画面回転オン・オフの、切り替えのトグルスイッチ、あるいはアプリ、メールだとかメッセージの、最新の、通知も表示されるようになってますね。音声アシスタントのコルタナはあんまり実は日本には関係ないんですが、タイルが透過して壁紙が見えるっていうところは個人的にすごく気に入ってますね。今後もルミア930は随時レビューしていく予定です。PC の方は画面上のボタンから、スマートフォンの方は画面の下のボタンからチャンネル登録ができます。よろしければぜひ登録をお願いします。